はい、先付き名残の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は久々に、チューハイのね、氷結。もうな、かなり久しぶりにこれ買うな、氷結。期間限定のピーチスパークリングというやつですね。アルコール度数5%。まあ、最近のね、氷結はね、なんかアルコール度数が3%とか、なんか低かった気がする。ので、5%だったんで買いました。で、果汁が3.1%となってます。はい。ピーチ。原材料が白桃果汁とウォッカと糖類と酸味料と香料。これ甘味料入ってないので買いました。いいですね。甘味料入ってないの。白桃の、氷結ストレート果汁を使用した芳醇な香りとフルーティーでみずみずしい味わい。と書いてあります。まあ、基本氷結はね、いや、うまいとは思うよ。俺、チューハイの中だと、普通に甘いやつで、中だと 氷結が多分一番好きかな。氷結のね、グレープフルーツとか好きですね。一番多分、好きな。氷結は、まあ基本的に俺、氷結とか甘いやつあんま飲まないんで、やっぱり、焼酎ハイボールとかになっちゃうんですけど。炭酸がなんか強めなの。乾杯。あ、甘いわ。甘いけど、すごい。果汁が。ですね。商品ラインナップ。シチリア産レモンとグレープフルーツと青梅がスタンダードですね。やっぱこの3つの中だと、レモンとやっぱグレープフルーツですね。そんでグレープフルーツがうまい。でね、このね、ストロングっていうのが9%のやつがあるんですけど、これ甘味料入ってるんですよね。ストロング9%、アルコール度数が9%の代わりに、なぜか 甘味料が入って、糖類がゼロと。ですが、普通のスタンダードのやつは、普通に糖類が入ってて、っていうタイプですね。で、氷結の早摘みレモンとか、いうのも 入ってませんね。甘味料は入ってない。甘さ控えめ。だがしかし、アルコール度数も控えめで4%となってます。で、氷結のゼロっていうのがあるんですが、アルコール度数が6%で、甘味料が入っていると。いわゆる普通のやつの、これは糖類がゼロにしたやつね。糖類の代わりに、普通の氷結のレモン味に、の、糖類をなくして、その代わりに甘味料を入れたという、一番やってはいけないタイプのやつです。もう何の良さもない。うまさゼロ。そしてスパークリングシリーズが氷結、シャドルネ。間違えた。シャルドネ、スパークリングがアルコール度数5%で、糖類が入ってて、甘味料が入ってないと。なので、まあ、買うとしたら早摘みシリーズと、通常のやつと、スパークリングとなってます。ね。
やっぱね、ストロングでね、アルコール度 9% で、糖類が0じゃなければ、糖類が0じゃなくて、なおかつ、甘味料が入ってなければ最高だったんですけど、残念ながら甘味料が入ってるっていう時点でちょっとあんまりよろしくないですね。まあ、やっぱアルコール度数、まあ氷結 6% だからな。そこがな。氷結の味は普通に美味しいんですよ。うん。ちゃんと。うん。桃の味がちゃんとするし、結構味濃いですね。うん、美味しいんだけど、うん、やっぱアルコール度数高いやつがいいよな。氷結って2001年から出たあれなんですね。でね、昔あったんですけど、このストロングシリーズがね、昔のストロングが良かったね。確か。糖類ゼロじゃなかった頃の。ね。氷結が良かったんですが、今は、まあでもうまいからね、結構ウォッカの味もしっかりしてるんでいいんですけど、まああとはアルコール度数が高ければいいなっていう、うん、だから甘いチューハイ飲みたいときはだいたい氷結です、俺は。うん、ああ、もしくは本絞りかな。うん。うん。おいしいかな。まあ、氷結って言ったらキリンですからね。キリン。他にあれ、いい、朝日とか、チューハイ、うまそうなやつあったっけな。記憶にないな。あと、カロリーとかか。カロリーとかもう全然ダメだもんな。ああいう系な。ああいうのはもうひどい。カロリーとかアルコール度数 3% とかばっかだから、絶対買わないですね。3% とかマジ。死ねえよって。死んでしまえ。ああ、ハイリキザスペシャルとかそっち系がいいのか。炭酸強め。プラス、炭酸強め。甘味料ゼロ。だそうです。商品情報があんまり書いてないんだけど、おかしいな。
甘味料ゼロなのが、入りきだスペシャルのレモンだけか。あれでもこれ俺飲んだもんな。あれ？あれ俺これ飲んだよな。あれ飲んだ気がするけど、俺そんなうまかったって言ってないと思うんだよ。しかもアルコール度数 7% だし微妙なんだよな。しかも甘くないんだったら、これ買う必要ないんですよね。普通に焼酎ハイボールで OK なんで。甘いチューハイで、サントリー。もう最近はね、もう、あれですよ、若者の、酒離れで、ね。ものすごくアルコール度数が低いやつしかないよね。ああ、これあったか。マイナス、ストロングゼロ。ストロングゼロドライとか。これね。糖類ゼロだけど、甘味料がある、みたいな。死ねと。本当に死んでもらいたい。だから、何の意味があるのかっていうのがわかんないんだよね。わざわざ糖類をゼロにしてるのに、甘味料をゼロにしないんですよ。意味がわからん。あ、甘味料ゼロのやつもあるな。ストロングゼロドライ。俺これ飲んだよな。食事によく合う甘くない切れ味。これうまくなかった気がする。だから結局甘くないのは、じゃあしょうがない。甘くないんだったらもう、ダメですね。ああ、やっぱほとんどあれだね。もうみんな甘味料だらけだね。もう甘味料漬けみたいになってるね。完璧にね。もう、ひどいね。アルコール度数が高いやつはみんな甘味料漬けになってるわ。うん、甘くて度数高いやつって言うと、全部あれだね。甘味料漬けになってる。まあ一応、甘味料を使ってなくて、アルコール度数が高いやつって言うと、ないんだけど、アルコール度数が高くて甘くないやつか。甘くなくて度数が、アルコール度数高いやつだったらあるんですよね。割りかし。あとは、キリンじゃなくて、札幌。もうないな。もうまとものないわ、多分。おそらく。うん。結構香りがこれすごいわ。ああ。ああ、でもこれあれか。男梅サワーとかか。これはまああれはいいわ。とりあえず。とりあえずさ。成分表がまとめて見れるやつないの？キレートレモンサワーっていうのがあるね。札幌ビールね。あと、バカルディのモヒートとか。
そっち系か。まあ、大してあれ、度数高くねえんだよな。ああ、札幌はね、度数がそもそも高くないですね。6%以下しか売ってない。7%以上のやつは売ってないみたいですね。なるほどね。もうとなると、やはり、チューハイで俺が、甘いチューハイで買うって言ったら、氷結しかないですね。氷結以外の選択肢は俺の中で今んとこないです。今んとこは、ないな。ほとんどの場合。ほぼない。に近い。甘さが、これは甘いですね。普通に甘い。香りも結構あるんで。まあ。まあ、普通に美味しいんでいいんじゃないの？四つ星で。普通に美味しいぐらい。普通に、ああ、まあ、っていう感じですね。はい。3、5、4、4です。ご視聴ありがとうございました。